おはようございます。おはようございます。今日はね、雨です。雨なんですよね。もう梅雨らしい小雨ですけども、はい、休みの日は限られてるので、今日ね、屋根でも立てて作業しようかという所存でございます。屋根、そう、おお、あれキャンプ使う？そうおー、ということでね、シーアネームいろいろ調べてね、うん、だんだん原因が絞られてきました。はい。でね、もう現時点でおそらくもう電装系であろうというところまで来ましてですね、はい、でその電装系のいくつか根っこなんだけど、とりあえず排気バルブはもうこの間撮った通りに動いてる、うん、排気バルブが動いてて、排気バルブをコントロールしてるこのサーボモーター、うん、これも動きました。はい。となるとここまでの配線は生きてたから、そうなるといよいよ出ましたよ、こいつです。 PGM ECU っていうのかな、コンピューター。こんだけの端子がすげえ、うん、このバイクの伝送系が全てここにこう出入りして、信号が出入りしてるこのコンピューター。ウィンカーとかも、ウィンカーは違う、違う、ごめん、それちょっとね、機械的だった、ごめんなそれでね、うん、あの要は点火系、うん、ライトとかじゃなくて点火系全部これがコントロールしてるの。点火系か。そうそう、点火系、エンジン、そうそう、エンジンの点火とか、そういうの全部。なるほど、ね、全部じゃないけどね、うん。で、はい、まあ他に考えられなくもないんだけども、うん、とりあえず少なくともの排気バルブはこのコンピューターが制御しております。はい。でね、こっからよ、問題は。問題は、問題こっから、いろいろちょっと調べてみると、うん、この CRM だけじゃなくて、はい、NSR250、うん、あれもね、結構こういう症状があるみたいで、はい、流れとしてはね、要はこのコンピューターが異常をきたす、中の配線が焼けるっていうトラブルがあるんだって、すごくいっぱいあるらしい。でね、うん、いろいろ考えたんだけども、なんでそうなるかっていう原因を調べてみると、まず RC バルブ、あの中の排気バルブ、うん、これね、カーボンが溜まってこいつが動かなくなる、うん、まず動かなくなります、はい、で動かなくなってるところでね、これがモーターが動かそうと思って回りません、はい、でも回らないんだけど、動いてないからコンピューターが頑張って電気信号を送る、回れ回れって、うん、そうしてずっと、ま、動かないのに回れ回れってやってるから、こっちが熱を持ってダメになるんだって。だからこれが順番としては固着で、うん、モーターが回り続ける、回ろうとし続ける、うん、するとコンピューターがダメになると。だから今まではその順番でこう見てきたんだけども、はい、でもこのバイクってさ、 RC バルブ動いてます、うん、モーターも生きてます、うん、でこっちはまだ分かんない。そうするとね、考えられるのが2つある。はい。1つはこのコンピューターにその回すための信号がそもそも行ってない、これ1つ、うん、でもう1つ、これを駆動する電気がいってない、電源の低下、その可能性もあるの。そうすると発電系、もしくはこっちの、もともとこれバッテリーレスだから、このコンデンサーね、コンデンサーの不良、要するに電圧そのものが少ない、これ2つ目、うん、で3つ目は単純にもうこいつの中が焼け落ちてる。なるほどね。もうこの3つに絞られる。一応全部調べるつもりなの？うん、もちろん。あのブルーンと回してテスターで測って、そうそうそう、楽なのはね、もうこいつをね、うん、他に買っちゃうの。それが一番早い、一番手っ取り早い。いくらぐらいするの？うんとね、もう新品はない。新品で4万円、新品で4万円で、うん、中古になるとちょっと前までは高かったんだけど、今はもうね、現物がすごく少ないらしい。要はどんどんダメになってってるから、うん、そこで当時は思いました。まあ交換してエンジンかかりました、やったーで終わればそれはそれでいいんだけども、それはつまらん、つまらんっていう、まあつまらんのもあるんだけども、うん、多分同じ症状で苦労してる人がこれまでもいるし、これからもいっぱい出てくると思われる。でネットにはね、その先駆者としてこれをね、こうガーッと開けて、うん、回復手術って言うんだっけ、やって配線を直した強者たちがいるからね、もし必要ならばそれをやってYouTube の映像にしてみたい。
そうそうそう、趣味だよね。バイク直すのももちろん大切なんだけども、うん、こういうとそういうのをね、一つ一つとね、記録に取ってみたいんだよな。そんなこんなで今日雨だけど、はい、やれる範囲で少しずつやっていこうかなと。これ意外とね、もうちょっとね、バイクがなかなか走んないから自分が焦るかと思ったんだけどね、昔と違うね。今は楽しい。いや、楽しくもないんだけど、うん、昔はダメよ、もう。ああ、もう、ちくしょうってなってんだけど、意外とこの年になるとね、まあ、のんびりしたもんだ。まあ、中年なんてこんなもんなんだね。いや、昔大人だなと思ったけど、違うわ。なんかね、こう、のんびりしてます。のんびりしてます。いやー、40歳って楽だわ。短期だった自分がどこやら、バグに関してはね。うん。そんなこんなで。まあ、さっき言った3つの原因、はい、少しずつ調べていきます。頑張ってください。はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。